さて、見てわかりました。見てわかります。アイス作りの試食台2段。もうなんか3つある。はい、ちょっと3種類、うん、蜂蜜、うん、はい、うちのね、蜂蜜、はい、これはこれが、レモン蜂蜜シャーベット。おー、美味しそう。これが蜂蜜ミルク。おー、これが三品ハニークッキー。あー、美味しい。あー、どうしよう。それ美味しい。一番なんか蜂蜜が美味しく分かるのが、うん、多分これ蜂蜜ミルク、はい。へー、こっちはちょっとビーガン、まあシャーベットなんでビーガンなんですけど、うんうんうん、酸っぱいのが好きな人にはいいんじゃないかな。男性とかもね、爽やかで、はい、じゃあ食べてみます。食べてみてください。これはクッキーだけ蜂蜜使ったクッキーで、うん、なるほど。蜂蜜感は控えめ、けど三品茶がミルクと合わさるとすごいなんか華やかな紅茶っぽい感じで、確かに、まあ、これはぜひ皆さんで、はい、まずちょっとこれを食べてみて、こっちも食べます。お腹の様子、これ絶対食べるでしょ。食べます食べますよ。あれ、コーンがある。そう、コーン焼き始めたんです。やばい、すごい。これ今日コーンで食べる。うん、さて、じゃあちょっと試食していきますね。これなんだっけ。はい、レモンシャーベット。レモンシャーベット、蜂蜜シャーベット。いただきます。うん、うまい、うまい、うまいよ。うん、すごい濃厚だけど、結構滑らかですよね、うん、シャーベット。濃厚だけどすっきりしてる。最後すごいこのレモンの苦味で、うん、フィニッシュ。レモンの本南店さんで、糸満にあるザヤス美術寿病園っていう、うん、結構若い女性がやられてる、ね、すごい美味しい。めちゃくちゃ美味しい。私レモンシャーベット一番好きかも。嬉しい。うん、じゃ次行きますか。うん、これレモン、うん、もう蜂蜜とレモンの香りがすごい。はい、今度は蜂蜜ミルク。これが一番蜂蜜感を感じるらしい。あ、そうなの。十分、これ十分、これめっちゃ感じた。びっくりするぐらい鼻に抜ける。美味しい蜂蜜の味。蜂蜜ミルクいきます。うーん、結構万人が出た変ですけど、誰でも。これはもうアイスっていう感じが。私これ大好き、これ大好き。ミルクでも言うほどなんか蜂蜜、うん、確かにこっちの方が蜂蜜感じた。これ先に食べたらそうかも。そうなのね、こっち先に食べたばっかり。これは最初ミルクだけど、うん、あのね、なんか後味が蜂蜜の香りなの。うん、あ、確かに結構ミルク、最初高さがミルク感はあるんだけど、うん、糖分は蜂蜜だけ？だけ？いや、こっちはね、ちょっと違う、うんうん、まあ、こっちも少しは入ってるけど、一番多い糖分は全部蜂蜜なので、なんとなんとなんと。そして、次、これは三品ハニークッキー。おお、いただきます。随分大丈夫、頭痛くならない、そんなに食べて。キンってするかも。これはね、蜂蜜感はちょっと控えめなんだけど。そうね。でも、うん、美味しいよ、すごい。うーん、好き、これ。これは女子が好きだな、これ。女子が好き。うーん、ね、これすごい好き。あ、でもちょっとしょっぱいぐらいの、なんかクッキーが。もう一回食べてみよう。これが美味しいよ、うん、これ美味しい。塩もヨナグリの塩、ヨナグリの塩、この3つのバランスが最高ですね。そう、この3つすごい、ほんとすごい、ほんとすごい、ほんとすごい。葵ちゃんです。葵ちゃんすごい、天才、アイス作りの天才。楽しかったです。すごい、これ、え、マジですごい。これ、うん、持ってるぐらいなので結構いっぱい作れそうな気がして、あ、うん、これってなんか一回みんなにどのぐらい必要かを聞いて、それで個数を出してで大丈夫ですか。あ、それでも大丈夫です。うちも蜂蜜いっぱいある。レモン果汁が、うん、ちょっと限られてるから、うんうんうん、これに関してはできる上限があるんです。なるほど、うん、こっちとこっちは全然いくらでも。あ、了解です、了解です。どれが好きかな、一番困っちゃうな。食べて
はい、ありがとうございます。ちょっとだけリンゴ切ってきました。あ、すいません。どうぞどうぞ。困っちゃうね、これ。え、何？いや、違うくて、うん。これ全部じゃないの？そうなんだけど、うん、このどれが一番好きかなっていう。難しい質問だね、ちょっと。このチョコレートとこのチョコレートとこのチョコレートどっちが好きって言われる？レモン。全部好きだ。右は絶対これが好きだと思う。でもこれが一番蜂蜜感じるの。うん。最初口に入れた時はもう蜂蜜だ。どれが好き？私もこれ。レモン。それもなんかさ、口に入れて蜂蜜感じるんだけど、鼻とこの間に下はね、思いっきりレモンなの。これすごくない？すごい、うまい。何、みんなレモンなの？そんでこれでもさ、ちょっと蓋して、あとあそこに入れてもらって、あの今日食べたいやつも食べようよ。食べよう。うん、うん、でこれ溶けちゃうから。溶けちゃうね。うん、じゃあちょっと、うん、そうで試食ここまで来たんで食べるよ。赤、抹茶、ミルク、それはそうでしょ。抹茶、もうちょっとなんかないの。今度パイン、これがね一番楽しみ。パインヨーグルト、ヨーグルト、ここのアイスの評判がなんか落ちそうな感じ。もうちょっと本当の美味しさを伝えて。沖縄の味が詰まってます。ヨーグルトパインだよ。パイン、パイン。このね、パインの味がとっても好き。パイナップルは好きじゃないんだけど、これのパインの味が好き。よかったね。他も食べる抹茶。これ、後で。後で、うん、これ溶けるからなくなっちゃう。でもね、まず私は自分のあの、このルーツにつながるバニラを食べないといけない。うん、あ、これ食べれば食べるほど抹茶感が増してきた。へぇ。もらった。もらったの。よかったね。チョコレートと合いそう。チョコレートがね、ちょっとバルセロナにも美味しいアイス屋さんがある。ジェラート屋さん、イタリア人がやってるね。3兄弟のなかなか溶けますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。クガニ、バニラ、黒糖。あ、同じ糖だね。うん、クガニ、クガニから食べよう。クガニもらおう。どうぞ。クガニは読谷の芋です。芋、トーマさんの芋だ。黄金芋みたいな。コガネのことです。クガネはコガネ芋の。うん、これ芋食べてるみたい。うまい。焼き芋、焼き芋は焼き芋の味する。これなんだっけ。黒糖。黒糖、黒糖選んだ。まず私のバニラ。私のバニラ。うん、うん、うん、やっぱりこのバニラが、ね、あ、チョコうまい。チョコうまい。チョコ食べた。うん、ホットアップ。うん、ホット食べた。めっちゃ美味しい。食べた。わっけで。なかなか溶けるんだよ、これは。なんか焼き芋だから。うん。これうまいんだよね、これ。うん、美味しい。つけた。どうぞどうぞ。うん、すごい進化しまくってるアイス屋さん。すごいね。すごいよ、本当に。うん、また今度食べると全然違う。ね、さらにアイスが生きてくるっていう。うん、でもこれだけ食べてもいいし。
うん、本当パインが、ね、一番好き。今日パインが一番好き、うんうん、パインがすごい美味しいです。一回ジャムになってる、なってます。パイナップルが酵素強くて生のままミルクアイスに混ぜると苦くなるんですよ。なのでちょっと青切りみかんの果汁と一緒にジャムを入れる。この味が好きなの。そうなの。美味しい。あのね、ジョアの味。ジョア、うん、ジョアオレンジの味。あ、ジョアパイの味。ジョア飲んだことない。ジョアうまいパイン。パインだけなくなっちゃうよ。もうバニラないやん。わかる。私は充電線のバニラ。バニラないやん。あれちょっとまずバニラ。ということで、オリジナルアイス、まもなく発売なので、お楽しみに。